源平屋島の合戦でおなじみ、屋島からほど近い牟礼アジエリアは日本三大石材産地の一つです。二つのエリアにまたがる薬理山、別名五賢山は岩山が突き出た山頂が特色。この北西の山麓で高級石材として全国に名高いアジ石が産出されます。類のない質の良さと希少価値から石材の単価としては世界一と評価されています。かつての採石場を再現した高松市石の民族資料館、館内では大正末期から昭和初期にかけて行われていた機械化前の石の切り出し作業や加工場の様子を等身大の人形を使ったジオラマで再現、古くからの石膏用具なども展示されています。海に面して立つストーンミュージアムでは日展彫刻家三枝宗太郎の作品や世界の石彫工芸品を常設展示、ストーンアトリエでは石のアクセサリー装飾品作りも体験することができます。アジ石といえば墓石のイメージがありますが、最近は職人たちの手によってさまざまな表情を変え、石のオブジェや普段使いできる小物やアクセサリーなどの製品も人気です。年に一度、アジ石の明かりが源平屋島合戦の史跡をつなぐ牟礼源平石明かりロードも見逃せません。香川県は松盆栽の生産量が日本一、その中心地域が高松市の西部、木梨国分寺エリアです。盆栽作りの歴史は古く、およそ200年ほど前、この地の先覚者が瀬戸内海沿岸の島々に自生する樹木を培養し販売したことに始まります。小さな鉢の上で壮大な自然美を見せる黒松、五葉松、そして国分寺で発祥した錦松。また小型のものは商品盆栽と呼ばれ、盆栽の一部門を確立しています。盆栽の町、木梨町国分寺町では定期的に盆栽を展示販売する盆栽市や盆栽祭りが開催され、国内外から多くの愛好家が訪れます。あなたもお気に入りの一鉢を見つけて盆栽の醍醐味を味わってみませんか？